来たぞ、ボルラン。その男の屍の前で、今一度我が物となりに来たのか。貴様！兵を引かせた。一人でも勝つ自信があるということだ。なぜ俺をつけ狙う。お前の望みはスルドブリガに勝利することじゃないのか。俺の望み。俺は望みなどせぬ。全ては我が物だ。当然貴様の使命だ。だが嬉しい。どういう意味だ。貴様には屈辱にまみれた事故とふさわしい。素晴らしいのを忘れろ。後悔この手で切り刻めるのだ。もっと
お前の負けだ、ボルラン。今すぐ外の奴隷を生贄にするのをやめろ。早く！負けだと？何？バカめが！これまでの鋭ぶりがは一体どうやらどこかに大嘘つきがいると見える。光を貫け！
くわよ。我が雷光を倒す。守りは任せておけ。ゴミです。そこ移動が、はっ、アルベス今だ。一気に叩くぞ。先端打ち込む。緑のキャスター、あれじゃないわ。そう、緑のキャスター、宿りに魔王へ移っている。なら私が妨害を頼む。決め返し、アルフェン精霊力を叩き込む。貴様の最大は外国の刃を立ち、やれんじゃと名付け緑のカスター、ここまでだ。緑のカスター、やばいわ。緑のカスター、仕掛けてくるぞ。くそ、止めないでやめ。王は一人、他は全て消えろ。ハッ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 、この一瞬となれ。無駄よ、無駄よ。これが王の力なのものか。我が雷光を倒せよ。死ね！
ついに全部のマスターコアが揃ったわけか。これでどうすればいいんだ？全てのマスターコアを一箇所に集めれば、その時点でレナス・アルマが誕生すると聞いている。じゃあ、あとはシオンのを置けばいいんだね。それで、茨からも解放されるのだな。どうなってるんだ？これだけじゃダメなのか？まさかこれすらも。アルヘン、後ろだ！お前は何？何なのこれは。まだマスターコアが。闇のマスターコアなのか。レナス・アルマとはダナの五属性ではなかったのか。それをどうする気だ。アルマ、いやああ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 あ。始まったのだ。
あれから一月、俺たちはまだガナス・ハロスにいた。支配者がいなくなっても、ペレギオンの人々の心の解放は遅々として進まなかった。レネギスの不気味な沈黙の下で、俺たちはその対処に呼ばれていた。二人の王、あの赤い女、レナッサール。300年前と解放されたガナと消えたボルガーンの下、戦い続ける気持ちに変わりはない。それでも俺は息つく間もない忙しさをどこかありがたいとさえ感じていた。大丈夫か？ぼーっとしていたぞ。あ、すまない。どうしたんだ？住民の陳情だ。これから話を聞きに行く。私にはこの国のダナ人が他人事には思えないんだ。キサラ、メナンシアにも猛獣はあった。ただ曲がりなりにも私たちは自分たちで選ぶことができた。それすらこの国では許されなかった。この国の人たちがどんな未来を選ぶにせよ、せめて自分自身の意思で選べるようになる手助けを私はしてやりたいんだ。メナンシアの人々が改めて共存を選んだよ。理想郷への第一歩になるといいな。それはまた別の話だ。だが無駄にならないと信じたい。わかった。ならまずはやれることからやってしまうか。先に行っている。すまないが、シオンにも声をかけてくれ。いつも通り城の入り口で集合。続きはそこで話そう。わかった。想想的